東京都保健医療公社多摩南部地域病院は東京都多摩市にある医療機関公益財団法人東京都保健医療公社が運営する病院である東京都保健医療公社2番目の病院として1993年に開設区東部に次いで病床数が少なかった多摩南部を対象とする地域病院として二次医療を提供する病院として設置するとともに 重点医療として、救急医療、及び地域に不足しているがに医療を行うこととされた。現在は、東京都のエイズ診療協力病院、東京都災害時広報医療施設、地域医療支援病院の機能を有する。多摩南部の病院として、多摩長山病院の設置が決定した後に、現在の場所に誘致されたが、その過程で、八王子市も名乗りを上げ、熾烈な誘致合戦が行われた。 現在の場所はもともと、立田山という、現在の天本病院付近を最高峰とする山で、あり、誘致の時点ですでに山ではなく、造成地であった。設置決定時点での住所は、多摩市大技落合屋座中沢2914の1がい。ありがとうございます。